オリコンスタイルをご覧の皆さん、こんにちは。イーガールズのあやです。わしおれいなです。はい、今回イーガールズのセカンドアルバムカラフルポップが3月19日にリリースされます。はい、はい、セカンドアルバムということでですね、はい、まあ、タイトル通りカラフルなすごく内容になっているんですが、カラフルポップということで、きっと皆さんイーガールズって聞いたらカラフルなイメージがついていると思うんですが、まあ、昨年はすごく紅白出場にもさせていただき、イーガールズもたくさんの人に知っていただく機会があったんですが、まあ、2014年は昨年よりももっと飛躍した年になりたいという気持ちも込め、もっとですね、イーガールズの可能性っていうものを見ていただきたいなと思い、今回カラフルポップにいろんなイーガールズの可能性を詰め込みました。はい、そしてですね、今回このアルバムにはですね、新曲が6つも入っております。もうね、豪華、豪華ですよね。しかもこの6つの中にもいろんなジャンルの楽曲があったりするんですけど、その中でも注目していただきたい楽曲があります。はい、はい、それがですね、お願いします。ライディーンという曲が、はい、ダンスオールナイト全曲が今回入っているんですけれども、はい、YMO さん の、うん、世界的にもヒットしたこの曲をイーガールズがまさか歌っていただけるとは本当に思っていなかったんですけど、はい、まあ、今までのイーガールズとまた違ったセクシーさだったり新しい、ね、強さというものを今回、見ていただける楽曲になっていると思います。そちらの方もね、はい、なんか聞いたらドキドキします ね、あ、こんなこともできるんだなっていう風に思っていただけるんじゃないかなと、はい、はい、そちらのプロモーションビデオの方も入ってますね。はい、アルバムの方に収録されて、他にもたくさん盛りだくさんな映像が入っていますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。そしてイーガールズはですね、今年の夏にアリーナツアーが決定しました。やった。しかも初ツアーということで、はい、まあ、本当に皆さんにいつかツアーでお会いしたいと思っていたので、イーガールズもすごく楽しみにしています、うん、皆さんに楽しんでいただけるエンターテインメントをお届けすべく、私たちこれからね、頑張っていきたいと思うので、ぜひそちらの方にも足を運んでください。私たちファンクラブもやっていますので、そちらに入会していただくとチケットも取りやすくなっておりますので、お待ちしております。ファンクラブの方よろしくお願いします。お願いします。以上、イーガールズでした。バイバーイ。